はい、お疲れ様です。手話とダンスで世界をつなぐ北村仁です。いつもいつも応援ありがとうございます。今回の、ね、動画の内容なんですけども、自分の活動がですね、新聞に載りました。ありがとうございます。今日発売をしている読売新聞に載ってます。載ってます。はい、こちらですね。いやー、ありがとうございます。嬉しいです。はい、まあ、自分の活動って言っても自分の力ではなくて、今回本当にいろいろな方のサポートがあったからできたことです。平塚市まちづくり財団さん、そして、平塚市役所のですね、子ども家庭課さんとクレヨンさんのサポートのおかげで今回は本当にできていることです。本当ありがとうございます。そして、ずっと応援をしてくれている本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、で、僕自身、本当に去年から活動を再スタートしているんですが、本当実績積み上げてきたことも本当ゼロでなくてで、本当に気持ちと夢だけを言い続けているだけの僕なんですけど、こうやって一つの結果としてで新聞に載ったっていうことは本当に嬉しく思っていますし、皆さんに少しでも恩返しができたのかなって思っております。これからも手話とダンスで世界をつないでいく、そしてエンターテインメントをきっかけにユニバーサルデザインの社会を作っていくということをしっかりと、はい、広めていきたいと思っておりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、手話とダンスで世界をつなぐ北村仁でした。ではでは。